ありがとうございました。では、失礼します。危ない。気をつけないと。その、お久しぶりですね、ご主人様。まあ、その、それはそうなんですけど。聞いてください。引っ越し業者の人たちひどいんですよ。ショコラのこと運ぶときにですね、この段ボール重いから気をつけろよとか言って、思わずふしゃーって泣きそうになっちゃいました。ふしゃーって。一生懸命に我慢しましたけど、ショコラはプンプンですよ。
ペクチ。お久しぶり、ご主人。引っ越し業者のトラックの中が埃っぽくて、鼻がむずむず、つらかった。ショコラがいるところ、それは私がいるところだから。それに、猫は狭いところは嫌いじゃない。あと私も、こっちの段ボールも重いから気をつけろよーとか言われた。だから私もおこ、うんすか。より広い。ご主人の解消バッチリ。バニラ、あっち、あっちの部屋行ってみよう。探検。位置的に、おそらく寝室。きっと、ご主人の新しいベッドがあるはず。にゃー、それは聞き逃せないね。モフモフしに行こう。モフモフ。モフモフ了解。私もそれはいいと思う。そうと決まれば、レッツゴー。はーい。はーい。主人様のお布団、もふもふ完了であります。新しいお布団、すごくふかふか、合格点。はあ、ご主人様のなでなで大好き。苦しゅうない。もっと。ご主人様が
連れてってくれないって言うから仕方なく。ショコラが行くって言うからノリで。食べ損なったから仕方ない。それにショコラはお腹の音も可愛い。はーい、ご飯ご主人様大好き。さすがご主人は話がわかる。かたじけない。ネコパラ。おかいものおかいものご主人様とおかいものにゃー。最近はご主人が全然お買い物連れて行ってくれなかったから、ショコラのテンションが青天井にゃー。バニラだって実はウキウキしてるくせに。ほーら、ほっぺふにふにしちゃうぞ。おい、ショコラくすぐった。にゃん、ダメー。しぐれちゃんとご主人様じゃ全然違うんです。はあ、ご主人はほんとご主人たる自覚がなくて困る。ショコラが不憫。しぐれちゃんもご主人様だけど、しぐれちゃんはしぐれちゃんなんです。だからご主人様はご主人様なんです。全然違うでしょ。理屈になってないけど熱意は伝わる。さすがはショコラ。パチパチパチ。ご主人様、シャンプーはこれがいいってしぐれちゃんが言ってましたよ。これ毛並みがサラサラになるし、すごく甘くていい匂いがする。ご主人様、ひどい、ひどいぶった切りようです。よしよし、ショコラ泣かないの。ご主人はひどい人だね。ごめんなさい、ご主人様。久しぶりのご主人様とのお買い物でテンション上がっちゃって。猫は素直だから仕方ないね。ご主人も素直になればいいのに。さ
こ的に油紙は気持ち悪い。あの猫ちゃんたち、シャンプーもろくに買ってもらえないのかしら。かわいそうに。猫虐待で通報した方がいいんじゃないのかしら、あれ。ご主人様とのお出かけは楽しいです。思わずニャンニャン言いたくなっちゃいますね。ニャンニャン。私たちのものは何も買ってくれなかったけど、ご主人ケチ。あっちからすごくいい匂いがする。ほんとだ、すごく香ばしくていい匂いがします。ご主人様、いらっしゃいませ。美味しい出来たてのたこ焼き、いかがですか？熱々で、かつお節たっぷりのたこ焼き、いかがですか？あ、猫のたこ焼き屋さんだ！珍しいですね、ご主人様！ほんとだ、小さい子猫ちゃん、かわいい。私と一緒だね、にゃんにゃん。うん、一緒だね、にゃんにゃん。喉ゴロゴロしてあげちゃおう、ゴロゴロ。子猫は無邪気で超かわいい、半端ない。私はなでなでしてあげちゃう、なでなで。すみません、うちの猫が。あの猫ちゃんたちの飼い主さん？すごく可愛くてお利口な猫ちゃんたちだね。愛想もいいし、言葉もしっかりしてるし。うちのはまだ7ヶ月なんだけどね。もうちょっとしたら、あんな風にちゃんとしてくれるのかな。しぐれちゃんがちゃんとお勉強教えてくれたんです。いい子になれるようにって。しぐれ厳しい。でもおかげさまでいろいろと覚えた。そうなんだ、いいご主人様なのね。あ、でもご主人様はご主人様なんです。しぐれちゃんはしぐれちゃんですからね、ご主人様。通訳するとしぐれは大事な友達。ご主人って呼ぶのはこっちのご主人だけってことで。愛されてるんだね、ご主人様は。ゴロ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 。
うちの子ももともと野良だったんだよね。今日みたいにたこ焼き売ってたらお腹空かせて寄ってきてさ、そのまま拾って今じゃ自分の娘みたいなもんになってさ、店まで手伝ってくれるようになってね。人型猫が流行したこともあったけど、普通の猫の何倍も飼うのが大変だからね。責任感のない連中ばっかりで嫌気もさすけど、でもそいつらのおかげで可愛い娘に会えたのかなって思うと何とも言えないけどね。じゃあこっちにあるメニュー好きなトッピングと味選んでね。うちの猫が遊んでもらった分サービスさせてもらっちゃうよ。やーい、ありがとうございます。ショコラはマヨネーズかかってるのが好きです。ありがたくいただきます。ペコリ、私は明太子チーズがいい。猫パラ。ご主人様、ご主人様、久しぶりに一緒にお風呂入りましょう。お背中流してあげますから。
私たちの発育が良くなってからお風呂入れてくれなくなったご主人のエロ。にゃん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 ですか。ショコラとバニラはもう立派なレディー猫だってシグレちゃんが言ってましたし。その発言がセクハラ。猫の尊厳を踏みにじってる。それにショコラは今くらいがアイデンティティ。にゃ、帰る支度？ショコラの家はご主人様のお家ですけども。ショコラの隣が私の居場所だし、あとご主人かっこいい。なんか妙に男前に見えてきた。嫌です！そこらは絶対に変わりません！そんなこと言うご主人様は嫌いです！私もタットのごとく、いや、脱猫のごとく離脱。ほーらほーら、ご主人様、こっちですよ。ショコラはこちらにございます。猫にそんな心配はご不要。人型でも猫は猫。さささ。いやー、ご主人様のエッチ、どこ触ってるんですか？ご主人、ショコラの胸もろ触ってる。もうわしづかみ。ショコラ、ささ。もちろんご主人様のベッドで寝ます。私もご主人のベッドで我慢する。え、一緒に寝てくれないんですか？この子に及んで。ご主人は人の男子なのにお上気用が悪い。順番はご主人、ショコラ、私でいい。にゃー、ご
ご主人様とバニラに囲まれて幸せにゃん。じゃあ押しかけたのはショコラたちですし、ここでいいですよ。猫らしく丸まって寝ますし。贅沢は言わない私たち超けなげ猫の鏡。こんな感じで。お引っ越ししたばかりで段ボールたくさんありますよね。お家作ったらあったかいって聞いたし、なんとかなる気がする。そしたらご主人様はどうするんですか？ショコラの隣？ダメですよ！それならショコラがソファーで寝ますから。ご主人様はバニラと一緒にお布団で寝てください。私こそソファーのが落ち着く。ショコラとご主人でベッド使えばいい。おやすみなさい、ご主人様。おやすみ、ご主人。ご主人様、その、本当にごめんなさい。迷惑をかけてしまって。ご主人様。猫パラ。
その件に関してはショコラとバニラの意思を尊重したいと思います。